まずいな。やばいよ、木田先輩に目つけられるなんて。そんなにやばい人なの、木田先輩って人。やばいっていうか、うちの学校のトップヤンキーだよ。喧嘩打ったやつは全員病院送り、屋上から落とされたやつもいたほどの問題児。呼び名は屋上の悪魔。なんでそんな人が僕に。おい、そこの一年。あの人、柏さんと一緒にいた登坂先輩。さっきの放送聞こえたか。お前すぐ屋上行った方がいいぜ。登坂先輩、木田先輩何か言ってました。羽鳥くんに挨拶したいって言ってたけど。うちの子がお世話になってます。まあ大丈夫じゃね。挨拶。ガキが調子乗ってんじゃねえよ。やあ、仲良くしよう。挨拶？そっか、いい人そうでよかった。とりあえず行ってくる。いいのか、平方。いいんじゃない。気になるなら尾上が言ってあげなよ。よど、行っちゃったのか。え、行っちゃったわよ。屋上なんて初めて来たな。校内ナンバーワンのヤンキーってどんな人なんだろう。失礼します。いや、屋上にいるって言っちゃったから余計な連中が殴り込みに来て大変だったな。こんにちは。君が羽鳥くん？はい。あれ、意外と穏やかそうな。うちの可愛い弟に手出したって聞いたからさ、一発締めてやろうと思ってたけど、本当に普通の子でびっくり。木田さん、柏さん。柏。何してるんすか。いやー、愛しの弟が知らない男に取られるのは兄としては許せないわけよ。え、この子が欲しかったら頑張って俺を認めさせてみて。っていうか兄って。俺なんか変なこと言ったっすか。君が元凶だよ。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。